皆さん、こんにちは。週末菜園、田中です。今日は便利用品をネットで探していたら、いいものを見つけたので、早速買ってしまいました。マルチシートを貼るのが面倒なら、防草シートに穴を開ければいいじゃん、みたいな考えで生まれたかもしれない穴開き防草マルチについてご紹介していこうと思います。マルチシートをピシッとうまく貼るのって結構難しいですよね。風があったりするとさらに最悪で、マルチが飛ばされないようにちょっとずつしか貼れないですよね。そんなめんどくさいマルチ貼り作業がこの商品で解消されるかもしれないです。防草シートはマルチシートより頑丈なので、ポイント、どれぐらいだろう、1メートル間隔ぐらいに U 字杭で止めていくだけなので、簡単に貼ることができます。で、風にも煽られにくいです。この防草マルチは、1メートル幅で50メートルの長さがあるものです。で、真ん中に開いている穴の間隔は、何種類かあったんですけど、僕が選んだのは50センチ間隔に穴が開いてるものを購入しました。値段はだいたい Amazon で5000円しないぐらいで買えます。草取りが面倒な方は、購入してもいいんじゃないでしょうか。ここ最近の夏ってやばいぐらいに暑いですよね。去年は完璧に防草シートやマルチシートで畑を覆えていなかったので、汗だくになりながら何度も草取りをすることになって大変でした。炎天下の中、蚊に刺されないように長袖と長ズボンで草取りの作業するんですけど、まさに地獄のような暑さでしたね。夏の暑い時期は、朝と夕方の涼しい時間帯にちょこっと畑に行って収穫する作業だけにしたいので、今年こそは畑に完璧に防草シートとマルチシートで覆ってしまおうと考えています。あと、Uピンクイの刺し方は簡単なんですけど、いくつかポイントを挙げておきます。ピンを刺す場所は、土を高温した土だと柔らかくて固定力が弱いので、ピンを固定する前か固定した後に靴で思いっきり踏んで固定してください。あと、ピンを防草シートに突き立てるときは、ピンをクリクリクリと揺らしながら刺すとシートに刺しやすくなります。あと、防草シートをマルチシート代わりにして栽培したこと自体はないんですけど、僕の考えでは、夏場の栽培に防草シートは向いていると考えています。理由としては、防草シートは水を通す、微細な隙間があるので、マルチシートより濡れにくくて高温になりにくいのではないでしょうか。また、追肥なども防草シートの上にばらまいておけば雨で浸透してくれるので、家庭菜園でマルチシートを使うより、この防草シートを使った栽培っていうのがかなり有効なんじゃないかなって思っています。防草シートはマルチシートの何倍も値段がするアイテムなんですけど、マルチシートより何倍も使い回しができて何年も使えるアイテムなので、防草シート栽培ありだなっていう思う方は、僕と一緒に防草シート栽培をやっていきましょう。今回は1列防草シートを貼っただけだったんですけど、いずれここは全面防草シートとマルチシートで覆っていきますので、気になった方はまた今度の動画も楽しみにしていてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。